はい、こんにちは、リュウです。ですね、先ほど動画を録画してたんですけど、ですね、CTD をまた起こしてしまいまして、それで動画が途中で切れてしまいました。すいませんね。だから中途半端で終わってます。だからですね、また続きからしたいと思います。ですね、おそらく処理が追いつかなくて落ちたのかな、CTD。これ、どうしようないですよね。でも、敵を増やす元とか入れてないからな。なんだろう。まあ、しょうがないね。こういうのあるかって。ここでちょっと一回セーブしておきますね。今日も一日激務よ。一生同じね。ちなみに、ここはもう結構いますね。ハイパー、ケイト、ニク・バレンタイン、コズワース、ドクミート。はっきり言って防衛硬いですからね、ここ抜群に硬いので。鳴らしとけじゃん。あ、ちなみにケイトさんともものすごく仲良くなりました。倒したのかな。まだやってる。よし、終わった。はっきり言って防御力半端ないんですよ。防御力が高いからですね。だからよっぽどなことない限り突破されることはないと思うんですけど。もう終わってるでしょ、これ。品物をいくらか交換した。何？はい、というわけで終わりましたね。サンクチュアリヒルズの、防衛は成功しましたので、それはですね、一旦休んで、こういうふうにですね、ライトをつけて明るいんですよ。やっぱこういうのは結構細かいとこが必要になる、なりますね。はい、満足度とかに結構影響してくるみたいなんですよね。だから要するに人間が住むような環境を整えてやれば、実際に自分たちが、私たちが生活するようなですね、明かりとか、そういうあれですね、そういうのを整えてあげれば結構満足度は上がるようですね。はい、でも上がったり下がったりっていうのは結構繰り返すんですよね。50何歩とか40何歩とか下がったんですけど、また一気にこんぐらいになったんですよね。だからまあいろんな要因があると思うんですけど、そこでまたちょっと詳しくわからないので何とも言えないんですけど、ウッドネーが。よし、すいませんね、先ほどの動画はちょっと中途半端になりました。申し訳ないですね。これはもう突発的事故と同じですから対処のしようがないんですけどね。でも今のところですね、モッドとかをこう結構導入してるんですけど、特にこう不具合を起こしたりとかっていうのは、ここ俺は放射能の雨かな、これかな。あなた、仕事を探しているの。なんだこの人。仕事によるわ。これほど公平で誠実な仕事は他に見つからないわ。ちょっとした手仕事と腐るほど質問されるのが嫌じゃなければできる。まずはじめに50キャップあげる。興味ある？ここでやっていくにはもっと必要になる。準備してる計画がある。大きなやつ。悪いやつに見つかったら多くの問題に巻き込まれることになる。だから少し口が固い必要がある。ここでは細心の注意を払わないといけない。わかるでしょう。聞きましょうかね。やるわ。それを聞きたかったのよ。中に行きましょう。真相を話すわ。鼻なしボッピ、鼻なしボッピか。ブレストはあんまり嫌がっとうみたいですけど、まあいいですよね。いいですよ。よし、さて、あの人どこ行ったんだ。中でボッピとある。なんか壁のマークが出たな。どんなあれなんだろう。何ですかねこれ。ああ、壁を壊すみたいな。ん、ボンボンボーンと。何何？
ああ、詳細を教えてくれないって、こういうのが一番怖いですけどね。まあまあ聞いてみましょうか。仕事をやる気になった？仕事の内容、実際に何をしているのか教えてくれない？聞いて。ここでは盗みを働いてる。大儲けで引き、技術的にまだ私たちのものじゃないものをいただく。働いてほしいならもっと情報が必要よ。好奇心が強いわね。分かった、詳しく説明する。いろいろと調査してもらうわ。私は味方よ。ゴマをするやつを好きな人はいない。他の二人はすでに調査を開始してる。手伝いに行ってできる？ということで、なんかちょっと宝探しなのか何だか分かんないですけど、受けましたね。下にマークはできてるんですよね。だから下なのかな。また下に降りれるのかな、これ。あー、こっちに行けるんだ。あー、ここ掘ってんだ。なるほど。ちょっと行ってみましょうかね、トンネル。あ、それとですね、すいません、皆さんに一つお詫びしておかなければならないことがありまして、あのパート26っていうのがないと思うんですけど、すいません、私がですね、あの番号を振るの間違えまして、本当はですね一つずつずれてるんですよね。だからパート27が26っていうことになるんですね。だからあの取りこぼしは今のところはないとは思うんですが、すみません、ちょっと混乱してしまって、あの自分も後で気づいてですね。事前活動をしているような気になる。だから26がない形なんですけど、あのマイヤーラックがうようよいる。マイヤーラック、もうボビーの仕事なんかどうでもいい。下では頑張れよ。なんだこれ、じゃあ、ね、動画的にはあの取りこぼしはないと思いますので、お前ら焦らないでくれ。綺麗なこれ、顔を狙いたい。この銃で効くかってことですね。私のトンネルで何が起きてるの？悪かったぞ。部屋の中がマイヤーラークでいっぱいだった。少なくとも戦っただけあの役立たずよりはマシで、あなたたちはそばにいただけ。よし、あなたは昇進したってこと。私の新しい道具になる。でももう一人だけ必要だと思う。古い友達、彼は公平な分け前を欲しがると思うけど、私がケチになったのを知ってる。何者なの？物事を早く進めるために必要なただの男。小道具やお金みたいに、それ以上のものではない。まずこの後何をするのかを実際に知っておくのがいいと思う。ダイヤモンドシティで調べておくことがある。そこのヌードルショップに向かって、仕事が終わったら合流する。ヌードルショップか。ということは、あの高橋とかいうロボットがなんか商売してる店ですね。あの真ん中にありますけど、ダイヤモンドシティのあのマーケットプレイスのですね、ど真ん中にありますけど、そこに行けってか。わかりました。どう見てもこう悪人の匂いがプンプンするんですけどね。
じゃあ行きましょうかね。マップ、ダイヤモンドシティですね。ここか。のマーケットですね。マーケットですね。ここ。パーアーマーってあんま装着してないですよね。最初の頃ですね。ミニツメのクエスト関連のクエストでですね、パーアーマー着て。マクドナウ市長はいつでもミニツメに反対だった。うん？どうも理由はわからないが。うん。まあいろんな主義主張がいますからね、の人がいますからね。その時ぐらいして来たのは。こんなところにいたの。あんた早いな。姿を現さないのかと思った。なんでと。あ、そっか。顔を隠さない。そうか、グールやけん。この辺りでは私みたいな奴は許可されていない。じゃあ仕事に。ダイヤモンドシティにそびえ立つガラスの大きな壁は市長室、うん、ほとんどの人を知らない埋もれた金庫室がある。市長はその上に座っている。そこは私たちの標的。私に言わせれば彼は自業自得。私の優しさをどんなふうにあしらったか考えれば、もっとひどくしてもいいくらい。つまり正当な理由があるってことね。勘違いしないで。一番の動機はキャップ。頑固者からそれを取るのはただ最高だから。ところでもう少し仲間を増やすのはどう？技術系のやつの都合をつけた。彼の名前はメル。ここダイヤモンドシティにいる。問題を解決するために気の利いたものを作ることができるやつなの。実は今のところちょっと身動きが取れなくなって、あなたが彼を助け出す必要がある。私はこの顔ではダイヤモンドシティセキュリティは通れない。たとえ隠しても、ね。脱獄させることはできないわ。できる。立ち入り不可能な要塞ってわけじゃないし、スリや喧嘩好きな酔っ払いを収容するところだから、こじ開けるにも鍵を探すにも警備員を買収するにもね。彼を外に出すだけ。ボッピー、ダイヤモンドシティセキュリティに捕まったメルは今じゃ少しも役に立たない。彼はそこから出して。続けてみましょうかね。とりあえずたまに薬物を使うぐらいならいいんじゃないか。そういう準備して。ここにマークがあるな。こっちか。ここはガードがいるとこですね。オフィスですね。まあ詰め所です。最初ここでベッド借りねえかなと思って探してたんですけど。ここには何もないぞ。お前がやったインタビューを読んだぞ。最後に言った希望を持つってところ。いいこと言ったな。ねえ。何か言いたいことがあるのか。300キャップあげるから。メルをここから出して。声を抑えろ。こんなことはしてはいけないが、いいだろう。そんなに彼が必要な。よし、行っていい。メル、開けてみましょうか。開けてみましょうか。さあ開けてくれ。どこなんだろう。こっちのところを聞いたが、かなり清潔でいい場所らしいぜ。募集要項が厳しいけどな。そうじゃ、俺も言わずにダッシュでどこか行ってますけど。よし。さあ、こっちに行くか。出してくれてありがとう。はい、ああ、いえいえ。で、お前がボッピーの新しいおもちゃなのか。ええ、今年一番のギフトよ。
なくなる前に手に入れなさい。プレゼント交換は好みじゃないんでね。それには友達や家族がいる必要がある、はあ、彼女は忍耐強くない。俺はここでは終身刑だったわけじゃない。え？1日ぐらい待てなかったのか？仕事は何だ？ダイヤモンドシティの金庫室に侵入するのを手伝わない？くそ、やってくれるぜ。長い間やっていくのに十分なキャップがあると思うか？ボッビーは疑わしいかもしれないが、いつも最後には全額支払う。荷物を取ってから彼女のところに向かうということですね。トンネルで会うと。ああ、ひょっとしたら掘り進んでんのかなこれ。あ、そうかもしれないですね。グッドネイバーからずーっと掘り進んで、要するに金庫室まで結構あるぞこれ距離が。おそらくそうなんじゃないかな。違うのかな。ちょっとすいません、一旦セーブ入れます。さあどんな展開になるのかな。これはトンネルに行って、また問題に巻き込まれたの。メール、最高の師匠の教えだよ。じゃあみんなここにいるわね。メール、あなたの小さなお友達を紹介してくれる？わかった。ソーニャだ。この小さなロボットはジェット機の上にいるモールラットみたいに地球上を移動する俺らを助けてくれる。彼女に何ができるのかワクワクするわね。ああ、見せるのが待ちきれない。彼女みたいなのは他にいない。堆積物を全部バラバラにできるように周波数で音波パルスを出すように無線システムを変えた。メルが言うには、掘るより10倍も早く金庫室に行ける。それにダイナマイトを仕掛けるよりもうんと安全。よし、じゃあ準備して。どんな反応が出るか完全にはわからない。よし、構えろ、やってくれ。アイロボット、アイボットですね。アイボットの、おおおお、なんだなんだ。で、新人はどうなってる？ああ、本当に運が良かったよ。わざわざ出向いてくれて仕事を引き受けてくれた。言うことを聞くし、戦いで役に立つ。これ以上はないでしょ。頭が良さそうだ。こんな時間にはやらない方がいいんじゃないか。さあ行きましょうかね。ちょっと引き上がったな。ここ狙ってもしょうがないけど。狙いにくいな。壊さないといけないんじゃないか。
って指示出しやらねえかな。ここを通り抜ける必要があるわ、メル。あ、やっぱそうか。頼むよ、ソーニャ。あ、こっちで指示してやらないといけないんですね。お前はどうだか知らないが、俺にはもう行き止まりに見える。アーマーがここにあるんですよね。しまった。痛い痛い。なんやこれ。おお、おお。マイアラックキングってこんなんだって。なんか、半魚人みたいですね。かっこいいな。こう見てもあの3のマイアラックよりはかっこいいですね、これ。こんなんだ。あー、どう見てもこれ。これ。よし。すごいな。放射能がガンガン上がる。アーマー着ましょうかね。起動フュージョンコアたくさん持ってるんで。よし来た、よし来た。これなんすかね。意味がないですね。この次はどこ行けんだ。ここは行き止まりだな。ということは戻らないといけないのかな。ここは行けないのかもしれませんね。よし、今の感じね。撃ったのかな。何もなるわけではない。この富士ツモって何だ。ここは行けないのかな。こっち行けるのかな。あ、こっち行けるな。ソーニャが必要よ。行け、ソーニャ。このパーマはなかなか。どっち行った。こっちか。ん？こうかな。さーてさてこっちか。窓。おばさん邪魔邪魔。なんか頑張ってやるよけど、君たち無理したらダメだよ。すごいやな、これ。おお、掘り進んでいくのも結構大変だけどな。メル、ソーニャはこっち。やれ、ソーニャ。爆破の時間だ。結構だ、一瞬どこが開いたか分かんなくなりますね。このトンネルの出口を見つけるぞ。
ただじゃ置かないわよとか言ってますけどね。今作のフェラルグールで凶暴ですよね。ものすごい凶暴ですよ。当たっとらんじゃん、ほとんど。車線に入らないでメル。穴を掘ってるのは知ってたが、そこにこんな戦い。さあ、こっちかな。死んでますね。ここ壊せてか。結構ダメージ受けてますね。こっちへ、メル。特に左腕の破損がすごいです。アーマーの。改造したら強くなるんですけどね、アーマー。最後。また来やがった、これ。鬱陶しいな、こいつら。一緒じゃん。結構レアアイテムとかガンガン手に入れるんですけど、あんまり使ってないですよね。明らかにこっちしかないね。もう一個壊してくださいって。やることは分かっている。まあ、いかん。あ、片手で撃つんだ。すごいな。まあまあというか片手で、まあ確かに。お、来た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 。
目の前で。またお前か。何回車線に入ってますかね。だけどこれは普通じゃ開かないな。これで開けるしかないのか。かなりドアを開くと、これで解除すると。今施錠中なんで。しかし私たちの金庫室の近くのビール工場。出るか。あーなんかもうデブが来た。デブが倒したのか。やったの。これで全部。よし、これ壊して。ソーニャが必要よ。やれ、ソーニャ。爆破の時間だ。結構やっぱ距離あるな。結構遠いですね。案外これ。来てるのか。来て。
あれ？ならんだ。メル。俺は疑っているが、ボッピの方角が合っていれば、金庫室はそこにある。そうやね。このトンネルで他に調べたいことがあるなら、まずそれをした方がいい。いや。用意はできてるわ。わかった。やろう。ソーニャ、準備はいいか。行きましょう。お、あんた大丈夫か？そんな目の前におって。絶対、巻き添え食らうけどな。よし、行った。金庫室まで穴を掘ったけど、さあどこにあるんですかね、これは。ああ来た来た来た。よかったな、ボちゃん。ボッピ、行って。ダイヤモンドシティの金庫室は南西にある。南西。こっち。ちょっと待って、これどこから行くんでしょうかね。こっちに行くんだけど、こっちからの行き方わかんないですね。まあ、暗くて見えにくいっていうのがあるんですけど、どっかに道があるはずなんですけどね。どこにあるんだろうね。道はどこかな。ちょっと探してみましょうか。これは違うしね。ん？メル、あの金庫室に何があるのかについて考え始めた。もしその辺なんかに死体があったらどうなる。いいロボットね。とても役に立つわ。ありがとう。ソーニャみたいなアイボット手に入れるのは簡単じゃない。ソーニャはある日、あのゾッとするような古い非常放送のアナウンスを響かせながら道を横切っていった。運命か何かみたいだった。はい、それではですね、ですね、ちょっとここで切りがいいですので一旦やめさせていただきたいと思います。ですね、38分、もう39分になろうかというところですけど、ですね、ご視聴いただきましてありがとうございました。ですね、またこの続きからですね、次回を始めさせていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。それでは一旦失礼いたします。